西田誠二、通称亀ちゃんの役をやってる高尾昌司と申します。大勢の人の前で話すのは割と場数を踏んできたつもりなんですけども、やはりセリフを言うってのは全く別物で非常に緊張しました。でも楽しかったです。まだ2回やりますけども、あとの2回も頑張ります。山ちゃんの役をやらせてもらって川口です。普通に話してたのに急に台湾なまりになったりして、でまた後で戻ってくるとかいうことで、性格はちょっとまあ、つかみにくいと思うんですけれども、主にふざけたりすることは多いんですけれども、最後はすごくしっとりとやらせてもらったので、やはりその差を自分でも、すごく意識してやっております。本当にすごくいいチャンスをいただいて、楽しんで今は1回目終われました。あと2回3回も楽しみたいです。まあそんな余裕は本当はないんだけれども、なんとかセリフをつなぐだけでいっぱいのようなところなんですけれども、ただ少しでも、なんかこうウキウキした気持ちがみんなに伝わればいいかなと思います。少なくとも前半は、後半は一緒に、みんなに泣いてほしいです。本当にありがとうございました。今回美術と舞台設営とこのロボットスーツの制作を担当させていただいた笹本です。いや苦労したんですよ。このロボットスーツの制作におよそ8900円かかりました。あ、申し遅れました。俳優の松本役として出演させていただいております。松本も誠心誠意演じておりますのでよろしくお願いいたします。では、あばよ、ロボットの歩夢ちゃん役の清水恵美子です。今回は前半はずっとこれをかぶっているので、どちらかというと辛いです。顔面サウナに入っているような感じがします。後半は、歌舞伎町の、スナックマリアのマリアですが、まあ6ヶ月後に死ぬなんて考えられないような体なんですけど、それなりに頑張りたいと思います。ありがとうございます。 AI ミラクルの社長を、今回演じることになりました小池武史です。よろしくお願いします。もうこうやって社長という身になって、まあ、客商売ですから、接待させていただくことになりました。まあその中でやっぱり笑いの要素があるので、そこでお客さんに笑ってもらうことができれば幸いだと思います。以上です。清六さん、どうして今回はそんなに出演が私短いの？いいじゃねえか、お前全部を食っちゃってるじゃねえか、なろって感じの高野桃枝です。よろしくお願いします。頑張ります。久しぶりに演劇女子をさせていただいてます、島津です。よろしくお願いします。いろいろ見ていて皆さんの演技がだんだん楽しくなってきたのでとても嬉しいです。第18回ハロウィンの戦劇塾公演、フリタニワールドを今回も世相をえぐりながら喜劇悲劇の繰り返しで、ペソスの笑いと涙も溢れるという、こんな素晴らしい舞台を関係した皆さんのチームワークで素晴らしい舞台が今回もできたことは、とても文化の向上と、次の作品に藤谷さんも意欲を高めると思います。また次が楽しみです。プロジェクターで映像を流す担当してます高野です。裏方で、初めてのこういうお仕事で楽しんでます。みんな頑張ってください。あ、どうも、私音響操作の佐々木健と申します。よろしくお願いします。皆さんに素敵な音を届けるために一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。メイク担当の田中久美です。今回藤谷さんの作品をずっとやらさせていただいていましたが、今回ちょっと、まあいつも全然違うんですけれども、今回はちょっと喜劇ということで、
非常に楽しみにして稽古から見てましたが、最初はちょっと稽古の段階では今度出てる方が皆さん初めてということでちょっと頼りなかったんですけど、最終的に、ゲネを見た時にあこんなに頑張れば初めての方でもプロ並みにできるんだなっていうことをすごく感銘しました。今回舞台監督を、務めさせていただきました関根涼子です。今回は本当に役者さんたちが2月からやってたんですけれども、ほとんど無遅刻無欠席でいらっしゃって、本当にその姿が素晴らしいなと思って、そしてみんなのパワーが集まっていい舞台になったと思います。私は舞台監督初めてなのでだいぶ不手際が多かったんですけれども、皆様の温かいご協力がありまして、なんとか務めさせていただく、ことができそうです。では皆さんどうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。前説担当の伊藤和美です。ちゃん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 、おい携帯電話切っとけって言っただろ。あどうしよう、どこにあるんだろう、カバンのどこかにあるんだけど、あ困った。ということがないように私がしっかりとお客様に前説をさせていただきたいと思います。頑張ります。舞台監督助手の伊藤です。今回はスタッフとして頑張ります。本当はロボットの役を狙っていましたが頑張ります。制作の松永ひろみです。今回は小道具もさせていただきました。野球が好きということで稽古に数回参加させていただきました。すごい公演を見て今日楽しいと思いました。ありがとうございました。作演出の藤谷清六です。まあプロデューサーもやってますけど、今回はね、とても個性豊かな方と2月からずっと本読みしてたんですけど、皆さんお芝居はほとんど経験がなくて、それで、非常に時間を長くとって苦労しました。で結構みんな頑張って、まるで、プロの役者とは言いませんけど、なかなかいい役者になっているような気がします。高野桃枝さんとか小池武史君とかね、僕の芝居ではいつも長く出る方を、脇でちょっと使って、とても贅沢なお芝居ができたような気がします。どうぞ皆さん最後までお楽しみください。本日は歌舞伎町のマリア様にご来場くださいましてありがとうございます。携帯電話、スマートフォン、時計のアラームなど大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。では歌舞伎町のマリア様開演いたします。最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。
のお手伝いロボットをお届けに上がりました。はいはい、待ってました。ちょっと待ってください。どうぞ、さあお入りください。失礼します。こっちです、こっちへどうぞ。そちらに置いてもよろしいですか。あ、どうもどうも。どうも大変でしたね。ここは2階だから。大丈夫大丈夫、エレベーターがあって大助かりでしたよ。動きませんね。充電してないんですよ。すいませんが、どこかコンセントありませんか。おお、そこ使ってください。あ、すいません、急速充電させていただきます。充電してこなかったんですか。すいません、貧乏会社なもんで電気量を少しでも節約しようと思いまして。さすが儲かってる会社は違いますな。いや、参ったな。いやね、背中からお尻のところにかけてね、バッテリーが入ってるんですよ。とりあえず18時から21時までは絶対に大丈夫なようにマックスにします。何かトラブルがあって21時以降も働いてもらいたいときはどうしたらいいんですか。大丈夫です。予備のバッテリーがさらに2時間くらいは動くようになります。ところで僕は週刊誌の広告でお宅のことを知って注文したんですが、あなたは配送係ですか。あ、すいませんすいません、私こういうものでございます。株式会社 AI ミラクル代表取締役社長大池武蔵。いや、小さな会社でしてね、とにかく社長の私と経理の家内とは2人だけの会社なんですよ。まさか。大丈夫ですか。大丈夫です。うちのロボットの性能は世界一です。それも証拠にどうです、見たところ人間そっくりでしょう。苦労したんですよ、開発費におよそ8900億かかりました。そんな賞金がどこにあったんですか。にわかには信じられませんな。恥ずかしながら親の遺産が転がり込んだものですから、それを全部使いました。いや、私の夢だったんですよ、人間と全く変わらない、できたら人間より優しい心を持ったロボットを開発して困ってる人のお手伝いをしようと。今日運んできたこのロボットは A、B は1号と呼んでいます。この他にB、モモ2号、C、サクラ3号であります。この A は炊事、洗濯、掃除などの家事全般を行います。で、B さんは何をするんですか。 B、モモ2号は介護専門です。 C、サクラ3号は受験生の家庭教師専門です。いやー、時代にぴったしですな。この3つのロボットをうまく働かせたらあなた儲かりますよ。え充電はもういいんじゃないですか。ああ、そうそう、急速充電だった。ところで、取説は。ああ、ここにあります。別に難しいことは何もありません。とにかく乱暴なことは一切しないでください。極めてデリケートに作られたロボットです。はっきり言えますことは、難しい言葉は理解しません。でもね、社長さん、最近の若者は難しいことはほとんど分かりませんよ。うちの社員なんて僕の言うことなんか全然理解しません。ごもっともごもっとも。あ、すいません旦那さん、お名刺いただけますか。ああ、どうもどうも。あ、失礼しました、こういうもんです。あ、どうもどうも。株式会社電波通報。あ、いや、驚きました。これはあの有名な広告会社ですね、西田誠二さん。へえ、部長さんですか。いや、大したことありませんよ。電通や博報堂さんの方が上ですよ。いや、若い女性社員が過労死するような会社なんてろくなもんじゃありませんよ。まあそうだな。テレビのコマーシャルなんか全部お宅で作ってるんでしょ。まあね。あ、そうだ、 B もも2号を運ばなければ。分かってます。おいくらでしたかな。前金制度でしたね、確か。このロボットの時給は5000円ですから、この契約ですと3時間ですから1万5000円になります。今回の契約ですと10日間ですから15万円になります。あ、それと私が取りに来る費用が1回1万円で10万円、合計25万円になります。分かりました、
ネットで調べた通りだよな。はい、ちったし25万円あると思います。どうぞお調べください。ありがとうございます。ではなんちゃって。はい、確かに。あ、こちら領収書になります。では失礼いたします。ちょっと待ってください。全然動きませんけど。西田さん、今何時ですか？58、59、あ、ちょうど今18時ですな。ほら、18時ちょうどにセットしたタイマーに狂いはありません。では、失礼いたします。21時ちょうどに聞き取りに参ります。わかりました。トリセツのクライアントの不注意による故障の賠償金のところをよく読んでおいてください。ああ、分かってます。失礼いたします。どうも、ご苦労様でした。あ、どうも。研究室にはないんだ。話すことはできない。難しい日本語はわからない。簡単な日本語なら理解する。そうか。こんばんは。通じた。よしよし。じゃあちょっと難しいことを言ってみようか。地に働けば角があった。情に差を刺せば流される。肘を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。ごめんごめん、やっぱり簡単な日常会話以外はダメなんだね。じゃあ仕事をしてもらおうか。あのね、友達を2人呼ぶからカレーライスを3人分作ってくださいませ。食材は冷蔵庫に全部ありますです。おお、もしもし、松本、何時に店閉めんの？うん、あ、そう。じゃあさ、ちょっと遊び来いよ。向こう島の芸者？やめとけよ、今夜。あ、そうそう。コンビニでロックアイス買ってきてよ。そうなんだよ、女房がさ、階段から足踏み外してよ。足首の骨折だよ。そう、整形に入院してるんだよ。いいから組長、早く来いよ。向こう島の芸者よりもずっと面白いことがあるんだよ。山ちゃんも呼ぶからよ。じゃあ。あ、もしもし、山ちゃん、今何してんの？新橋の赤ちょうちん。誰と？え、一人。寂しいね。じゃあさ、すぐ近いよ。松本も来るからよ。松本のやつ、相変わらずヤクザの組長みたいな口調だよ。あの口癖は治らねえな。いいから来いよ、すぐに。あ、そうだ。山ちゃん、ついでに買ってきてよ。ハート、ハスト、軟骨。やっぱ根に曲がった方がいいな。頼んだよ。
なになに、これ本当かよ。時々気が向くとお酌を。へえ、ロボットがお酌をする。すいませんが、流しの下にある日本酒を2号ドックルに入れて熱燗にしてくれませんか。死んでいいからお願いします。LINE 見てみなきゃな。ごめんごめん、熱燗ができてたんだね。よしよし。すいませんが、お酌をしてくれますか。うまい。一杯飲むかい。ごめんごめん、ロボットが飲んだり食ったりするわけねえよな。なんかすみ、あ、すみは箸が使えるんだ。このらっきょう、南蛮がいっぱい入ってるだろ。これが美味しいらっきょうの元なんだよ。いや、これはダメだ、これは南蛮だよ。こんなもの食ったら死んじゃうよ。あ、あいつだから、早いな。よお、二人一緒かよ、どこだったんだよ。1階のエレベーターさ。なんだろ、死んでんだよ。山ちゃん、焼き鳥買ってきただろうな。なんだよお前。おい、カメちゃん、この氷、とりあえず冷凍庫でいいかい。彼女にやってもらうよ。すいません、この氷を冷凍庫に入れてください。おい、それからこの焼き鳥をお皿に出してください。最新式のレンタルロボット、結構高いんだよこれ。おい、おい、カメさんは知ってるのかい。当たり前だろ、二人で一緒に注文したんだから。人事いくらだよ。時間だよ、時間給。1時間5000円だよ。高いな。まあ、亀ちゃんのところは高級取りだからな。毎晩あちこちで芸者遊びしてる。組長様には言われたくねえな。おい、酒かな。酒だな。うん、俺は扱うんだけど、お前ら冷やか。扱うんだよ、もちろんな。組長。いや、俺は冷やだよ。ああ、おめえらに合わせてやれ。勘でいいよ。ほいよ。いやいや、おい、なんでこのロボットこんなに頭がいいんだい。おいって、おい、何も喋れないのかよ。取説によるとそうなんだよな。俺たちの話は分かるけどよ、自分では話せねえんだよ。エネルギーは何だい。いや、普通の家庭のコンセントで充電するだけだよ。おい、でも女だよな。そりゃお手伝いロボット、女でいいんじゃねえか。しかしうまくできてるよな。おい、触ってもいいのかな。それよりも改めて乾杯しようぜ。おい、さ、おい、ちょっと待て。いつもも俺たちの例のあれをやろうな。な、おい、儀式だよこれ。いつもの組長の言葉聞いたぞ。いや、分かってるよ。だいたいお前らが組長なんてあだ名をつけるもんだから、俺はあちこちで本当迷惑してんだぞ。だってお前がそういう口の利き方しかできねえんだからしょうがねえだろ。まあ、いいじゃん。いいよ。先祖代だよ。こういう口調だから今更直せねえよ。はいはい、はい、やっといいから。3歳の時に大切なことは落ち着こう漏らさないこと。10歳の時に大切なことはお友達を作ること。20歳の時に大切なことはお上手にセックスをすること。30歳の時に大切なことはお金を稼ぐこと。40歳の時に大切なことはお金を稼ぐこと。50歳の時に大切なことはお上手にセックスをすること。60歳の時に大切なことはお友達を作ること。70歳の時に大切なことはおちこ漏らさないこと。お前漏らしてるよ。漏らしてるよ。乾杯。乾杯。乾杯。どうするどうする。すいませんが、みんなの酒がなくなったらお酌をお願いします。カメちゃん、軟骨なかったんだよ。だからレバーにしちゃったんだ。うん。レバーかよ。ダメだ、痛風のもとだよ。
なんだ、亀ちゃん、痛風かい？そうなんだ、とにかくな、いくら海に風の子、白子にあんきも、なあ、うん、悪いもんばっか大好きなんだよ。そうかい。あ、なんだ？山ちゃん、見ろよ。ああ、なんで向こうあんなに丁寧なんだ。いや、差別だよな。こっちガシャンこっちがね、ガシャンって納得できねえな。まあ、しょうがねえじゃねえか。時給払ってんのカメちゃんなんだから。そうだよ、そうだよ。いや、それにしてもよくできた。うん、何が、何が、あのロボットだよ、うん、なんてよくできてんだ。おい、本当に触ってもいいのかい。別にいいんじゃないか、うん、それでもそこの楽曲ってさ、うちのかみさんがつけたんだけど、うめえんだよ。そのナンバーが味噌。どう？味。でもこれ、ちょっと辛いな。ちょっと辛いよな。おい、今日かみさんといえば、足の具合はどうだよ。医者の話によってよ、10日間の入院だってよ。うん、足踏み外したんだって、階段から。うん、そうなんだよ。なんて言ったって、あの図体だろ。うん。トドだもんな。俺はね、いつもね、あいつのこと、トド、トドって言ってんだよ。嘘つけ。そんなこと言う度胸が、お前にあるかな。トドちゃん、ちゃんづけ。はい、じゃあこのロボット、奥さんが退院するまでの10日間の契約かよ。そうなんだよ。生きた人間を雇えばいいじゃないの。誰かいないのか、付き合ってる。これはよ、お前とは違うんだよ、学生たちはずっと。まあまあまあ、そういうことはいいじゃねえか。まあ飲もうよ。おい、本当に触ってもいいのか。どういいんだよ、山ちゃん。いいじゃねえか。触りたかったら黙って触ればいいんだよ。あの、すいませんが、すいませんが、あなたの心臓部にちょっとだけ触らせていただきたいんですよ。首を縦に振ったぞ。マジかよ、山ちゃんに惚れたんじゃねえだろうな。ありえねえよな。そうだよな。ではお言葉に甘えまして、ちょっとだけ触らせていただきます。あたたたかいよ。あたたかいよ。何？あたたたたかい？俺も座ってもいいかな。大体お前のこの座り方なんで。もっとな、こう優しく優しく。あたたかい。あたたたたたたかいよ。あたたたたたたそりゃそうだろう。ちゃんと電気で人の体温と同じように低ってあるはずだよ。開発費に8900億かけたらしいからな。8900億知らねえよ。本当だよ。おいおい、今度あのハイボール、今度ハイボール作ってるぞ。分からなかったか。何や。いや、俺たちがぼちぼち日本酒をやめて、うん、さっぱりしたハイボールが飲みてえってことがさ。ダメだな。なんでわかるのかな。おい、亀ちゃん。忘れてきちゃったことにした。だからよ。要するに、人間より頭がいいってことだよ。さすが、8900億ってだけのことあるな。そうだな、本当にな。うん、山ちゃん、それより、お前んとこどうなってんだ？そうだ。新聞テレビで騒がしいぞ。ああ、そうだよ。だけど、信じらんねえな。あの東芝だって、ひでえもんだよ。なんだよ、組長。お前、東芝の株買ってんのかよ。よくぞ聞いてくれた。聞くも涙、語るも涙、買ってんだよ。あ、涙が届けだ。おまけにあの東電の株もだよ。そうか、そういうこともあるよな。でもよ、元はといえばお前の単なる道楽だからな。まあ、そうなんだよ。山ちゃん、ちょっとピッチ早すぎるぞ。おい、山ちゃん、大丈夫かよ。大丈夫か、大丈夫か。
俺神戸製鋼やめたよ。そうだって自分のいじめじゃねえかよ。そうだよな、両親の呵責を感じちゃってな、勇退したよ。そうだよな。だって新しい就職先は、それがな、お前たちがさっき話題にしてた東芝から内定をいただいたんですけれども、あの無様なざまだろ。だからさ、すぐにさ、その後通知が来て不採用。なんかお前ほんとついてねえの。ああ奥さんや子供さんは知ってんのか。まだ話してないんだよ。まあそうだよな。ところがよ、もっと面白い話があるんだよ。明日選挙だろ。お俺の友人の藤川清六が、うん、な、出馬してるんだよ。でこの俺に秘書をやれって言うんだよ。秘書ギャラは弾むってんだよね。だけどさ、あの人当選する可能性、これこっちまでなんだよな。しかもさ、大きな声じゃ言えないけどよ、あんまり小さい声で言っても聞こえないから、普通の声で言うけどよ、あの人はのんべえなんだよな。そうだからさ、酔っ払った勢いでさ、秘書を捕まえて、うん、このハゲーとか言われたらどうするのだから俺は断っちゃった。まったく、選挙選挙、しかも台風台風。明日お客さんが来なかったらどうしようかな。一番の話じゃねえよ。そんなことやる山ちゃん、富ちゃんとこで止めりゃいいじゃないか。何言うんだよ、うちは俺一人だって多すぎるぐらいなんだよ。だってお前とこあれだろ、じいさんの代から続いてる美術商だろ、北斎の浮世絵だって扱ってるってじゃないか。それに笹本正明さんって今世界中で高く売れるんだろう。まあな、小手切り先は全国の美術館、それに一流のアーティスト、1000万2000万をポーンと買うような実業家が多いんだけどさ。じゃあ営業一筋の山ちゃんにぴったしじゃないか。違うんだよ、うちの商売には営業は必要ねえんだ。骨董品なんかもお客さんは現金で買っていく、集金だって必要ねえんだ。いいご身分だこと。それで仕事間儲けて毎晩ギリシャ遊びか。ああいいねえ、あんた始まって。山ちゃんの国なまりがまた始まったぞ。仕方ない、酔っ払うといつもこうだからな。許してくれよ、俺の親父台湾出身なんだよな。だから酔っ払ったり驚いたりするとこの口調になっちゃうんだよ。今日はいいだろ。お、そうだ、亀ちゃん、お前んとこで使ってやればいいじゃねえかよ。俺んとこ広告会社だぞ。テレビの CM に山ちゃんを使えってのか。ああ、お前も人のことは言えねえな。お前自分のあだ名通りだよ、亀みたいなしゃべり方をしているよ。のそうかよ、そうだよ。まあ気にすんな、うん、そんなこと言うかよ。あ、山ちゃんはお前演劇部だっただろ。それに特にお前あのシェイクスピア劇は名人だったぜ。 いいタレントになると思うけどな、うん、なあ山ちゃん。やだ、絶対ねえだ。そんなことはねえよ、だめ。特にほら、あのロミオとジュリエット、英語でやった、あれは天下一品だったぜ。カメちゃん覚えてたろ。とにかく聞いてみようじゃねえか。絶対にやる。おお、すごい。おお、なんかちゃんとあるじゃん、ここに。どういうわけだ、これは。ちゃんと。では深くかぶないとおかしい。あ、そうか。前髪が女の命よ。大丈夫だ、大丈夫だ。何もねえ。あ、ロミオ。Wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Boy, thou wilt not be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Romeo, doff thy name, and for thy name, which is no part of thee, take all my shells. Ah, やっちゃった。やっちゃった。お前もなんかやってみろ。ほら、何をやるの。ちょっと俺も入れろよ。やってみろ、行こう、ご両人。おつた黙って
時に言うことよ。今の私にはいっそ死ねと言ってくださいまし。はい、終わり。ゲテモノショーはこれで終わり。何も。もう酒がまずくなんないしね。早くやろう。どうなること？拍手してるね。やっぱり人間並みの頭脳持ってたんだ。ああ、大して持ってた。ああ、山ちゃん。やっぱ山ちゃんを使ってやるよ。絶対ブレイクするぞ。そうだな。意外と当たるかもしれない。おい、山ちゃん。いつから来れる？マジかよ。そうだな。今、ジャム処理で忙しいと思うんだな。ちょっと計算してみるね。インアウリュー、酸素チーパージューシー。あ、来月の頭ぐらい、なんとかするわ。分かった。とにかく顔出してくれ。分かったよ。いやな、うちの会社もよ、いろいろ CM 作ってんだけどよ。なかなか役者が集まんねえのもあるんだよな。例えばどんな？実はな、大きな声言いたくねえけどよ、地の薬の CM だよ。これがよ、TOKIO も嵐の連中も誰もやりたがらねえんだよ。やらはいいんだけどよ。それに女性の地主めるだろ、サージリエリカとか宮沢りえを書いてんだけど、みんなもうなんだよな。そこで山ちゃん、これはいけるぜ。何だってよ、俺たちみたいな年配の男だって地主がいるんだぜ。おい、イケメンのスターがやるよりか、俺たちみたいなリアルな親父がちょいと深刻な顔してやった方が効果的なんだよ。なるほど。それでよ、キャマちゃん、いかにもこんな地みてぇな顔してたの。そう言われたらそうだよな。地みたいな顔ってどういう顔か全然イメージわからないよな。あ、黒お前の顔見ろ。分かったよ、分かった。ほら、あのロボット動かねえぞ。早くハイボール飲みたいのにな。話の邪魔をしねえようにすぐ映ったわ。お前何事だ。呼べば来るじゃねえか。あ、すいません、おばさん。おばさん、こっちへ持ってきてくれませんか。はい、おばさんじゃまずいと思うよ。当然、お嬢さんだよな。お嬢さん。あ、こっちへ運んでいただけないかな。ほら、見ろ。このロボット、やっぱり自分のことを若い娘だと思ってるんだぜ。さあ、山ちゃんの役者デビューを祝して乾杯だ。おい、まだ決まったわけじゃねえぞ。お前手札詰め頃言っちゃねえよ。ほら、乾杯だよ、山ちゃん。乾杯だよ、乾杯。乾杯。乾杯。ちょっとこっち来なさい。お前どこ、神さんとどうなってんの。どうにもならねえな。いつまで別居続けるけど。若い経営者と別れる気ないの。ああ、こうなりゃ石だ。石か。いいよな、金持ちは。意地で若い経営者と青春真っただ中やってんだからな。まあ、お前親父さんと一緒に子供の頃かで芸者遊びしてたんだから、しょうがねえ。冗談じゃねえよ。おめえはうちの神さんと付き合ってみろよ。とてもじゃねえけど。わかるだろ、なんて言ったってよ、元鬼剣士って言われてた女だぜ。まだわからんでもないようだけど、そんなまま興奮しないでな。なんで二人こっちまで。ガムちゃん、俺さっきから気がついてることあるんだよね。お前のスマホピカピカ光ってるよ。えっ、ね、マナーモードになってたよ。おい、カミさんからだよ。病院からずっとかけたんだ。やべえ。あーら、火のないところに煙が立つんだよ。あらぬ疑いかけられて、こういうお騒ぎになることあるよ。
何があっても神さんからの電話には出なきゃまずいよな。だってよ組長、お前には言われてないな。あ、そうだ、 LINE を見てみなきゃ。どうした？ほら、こういうことになるんだよ。カメちゃん、お前、震えてんのか？震えてなんかね。カメちゃん、泣きそうな顔してるよ。もう泣きてえよ。考えてもみろ、奥さんは一人寂しく病院のベッドで寝てるんだよ。お前の声も聞きたくなるさね。それだけじゃない。お前がまた例によって若いタレントの女を引きずり込んで、何かしてるかと思ってな、不安でいっぱいなんだよな。早く返事送れよ。そうだよ。ほな、カメちゃんみたいな仕事をしてるやつはノベクス幕なしに疑われるんだよ。ちょいとちょいと。何すんの？ほい。何だよ。だから神さんみたいな男は石橋を叩いて渡るようにして、その何十番も慎重に行動しなきゃいけないんだよ。いいか、こう後ろから見本見せてやるから。ここに何石橋があると思え？でな、この石橋の向こうに綺麗な姉ちゃんがいると思え？お前の綺麗なら。お前の好きな綺麗な姉ちゃんだ。俺の好きだけどよ。で、この石橋をだな、すぐに渡るんじゃねえぞ。これをコツッとな、コツッと叩きながら慎重に渡っていくんだよ。うわーっと、これ、いいか、尻尾、あのトドちゃんに捕まれんじゃねえぞ。あのトドちゃんに尻尾を捕まれねえように、この石橋をこうやってやって、こうやっていけば、くっ、くっ、何小芝居してんだよ。面白くもないことやって時間だけ取っちゃうんだよね。早くやめてよ。お前には言われたくないな。お前なんか女房と口聞いてねえんだろ。人のことつべこべ言える立場かよ。君ちゃん、お前な、学生時代のことをよく考えてみてね。いいか、野球部のマネージャーのアイムちゃんとの間に何があったか、よく胸に手当てて考えてみてください。大事な。俺だって、カメちゃんだって、アイムちゃんに惚れてたんだよ。そうだよ。ま、もっとも、あの頃は組長の頭もふっさっさと毛が生えてたけどな。何を言う。お前だってアデランスだろうが。なあ、バレた。大きなこと言うんじゃないの。ほら。あの入れ替え戦の時だよ。9回の裏はツーアウト、俺が投げた球をキャッチャーのお前は後逸、そしてボールはどんぐりゴロゴロ転がってバックネットまで行っちゃったの、覚えてるね。で俺たちは1点差で1点差負けちゃったの。しかもたまたまマネージャーのアイムちゃんが病欠でいなかった時に限ってなんだよな。そうだよ。そこにお前とやったらそういう男。あゆみちゃんがベンチでスコアローやってた時、お前とんでもねえヒットをライト線に打って、ヤチがムタムタしてる間に一気にホームをついて、なんとランニングホームランで1点差で勝ったじゃねえか。お前はね、あゆみちゃんが見てる時と見てない時と全く違うプレーをするんだよ。見え見えなんだよ、やることがな。誤解だよ、誤解。僕はただひたすら懸命にプレーをして、山ちゃん、君を勝ち投手にしたかっただけだよ。ガメちゃん、君だってそうだろ。それはまあそうだよな。俺だって山ちゃんを勝ち投手にしたいから3回も送りバントしたんだぞ。だけど変なんだよね。で試合が終わった後だよね、組長。お前、あの歩ちゃんと二人でどこ行ったんですかね、お伺いしたいよね。俺たちはみんな反省会をしてたんだよ、あの後はな。お前どこ行ったんでしょうか。ど
渋谷の道具坂の喫茶店にてコーヒー飲んだだけだよ。嘘、ここでんなよお前がコーヒー一杯でおとなしく我慢できる男か。あよちゃんは神楽坂の芸者とはちゃうんだよ。まあまあまあ、可憐な女子大生だったんだよな。踏んだことがいいじゃないか。大昔のことじゃないか。そうだな。おい、俺たちも来年還暦だな。そうだな。ああ、還暦だ。それにしてもいい女だったな。うん、誰が？あゆむちゃん。今頃もう孫がいるかもしんねえぞ。おい、孫ってば、山ちゃんお前とかまだか？俺んとこ娘二人とも結婚しないだよな。しねえんだ。そういえば組長とか男だったよな。ああ、男だ。そうか。じゃあいつか俺たちみたいに野球やるかな。ああ、子供用のバットとグローブだけはもうプレゼントしたよ。やっぱりな、俺んとこもよ、バットとグローブは早々プレゼントしてよ。お宮参りの時にな。お宮参りの時にな。うらやましいな。俺とこ娘2人とも結婚してねえかと思う。バットとグローブプレゼントしちゃおうかな。おい、そう言うと思って何俺とカメちゃんで買ってあるんだよ。お前にやろうと思ってさ。そうだよ、1週間前な、組長と2人で買ってあるんだよ。ほら、ヤシのグローブとキャッチャーミットと本格2つ用意したからな。ありがとう、シシおい、どうしてんの。はっぱお前ら分かんないな。分かんねえよ。おい、ありがとう。これで娘が結婚してくれりゃいいんだけどな。大丈夫だ、時間の問題さ。決まるときはなんともあっという間に決まるもんさ。そうだよ、ま、お嬢さん結婚するまでこのバットとグローバーここに置いとくからね。あとな、おい、お前らなんか腹減らない、なんかなんでもいいけど食いてんだよ。料理できるかな、ロボットちゃん。とりあ、ロボット手作りのカレーができてんね。何でもいい。すごい、素晴らしい。これは大したもんだよ。うわ、うまそうじゃねえかよ。よし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 、今日いただきましょう。よっしゃ、いただきます。いただきます。うん、このロボット天才、うまい、この味、うん、おい、リロびっくりね、ここ一番やもんか。そう、ここ一番おいしいよ、これ山梨県民ならロックのカレーって言えよ。なんか懐かしい味だな。懐かしい味だ。これ、あの反省会で食ったあのカレーじゃないか。いや、あの時のカレーは確か豚こまだぜ。いや、見ろ、これはちゃんとしたブロック肉じゃねえか。ああ、これあの時のあの懐かしい味だよな。ああ、懐かしい味だ。あ、そうだ、あのおばさん。いやいやいや、お嬢さん。いや、ほらな、タブルまでちゃんと。すいませんが、風呂を入れてもらえませんか。それにしてもさ、組長、あゆむちゃんは本当にいい女だったよな。そりゃ可愛かったぜ。なんてたって目がでかくて、色が白くて鼻すりが通ってて、おっぱいはでかすぎず、まさに釣り鐘さ。芸者というの名人が言うんだから間違いねえよな。でもさ、それにしてもあゆむちゃん、なんでこんなおっかねえ組長みたいな男に惚れたんだかわからんな。俺との俺だ。やっぱそうか、やっぱそうだな。やっぱり手伝ってよ、うん、こうなんていうかプリプリっとして、要するにちょうどいいんだよな。おい、カレー食ったらさ、おい、今度ブランデー飲みたくねえかな。そうだな、分かってるよ。ヘネシー持ってくれ、いいんだろ。よし、片付けたか。よし、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 シュッと、シュッと。まあだけどよ、頭はちょいと悪かったよな。お前から、惚れたお前からそういう言葉聞きたくないよね。ああいうのはちょっとバカってのもちょっとちゃうんだよな。そうだよ、
相手ピッチャーの癖を記録して一球一球俺たちにサインで知らせてくれたもんな。ってことはやっぱり頭いいってこと？いや、それは違うと思うぜ、うん、だってお前北朝鮮の人はソウルだと思ってんだぞ。そうだよ、お前韓国の人はピョンヤンだと思ってんだぜ。やっぱバカじゃねえかな。いや、天才かもしれねえぞ。彼女の中では南北朝鮮の統一がすでにできてんじゃねえか。ああ、ひどい好き。一般上しまたくないよな。やっぱバカだよな。なんだあれ？でも、あれ？なんだ？なんか機嫌が悪いぞ。うん、バッテリーが切れてんじゃねえのか。うん、いや、気のせいだと思うよ。バッテリーはたっぷりあるから。そうだろう、うん。なんだろうね、あれね。あ、大丈夫。組長。お前さ、それにしても、あのおバカちゃんの歩夢ちゃんに、なんで惚れたの？そうだよな。頭の良し悪しと、色気は関係ねえだろ。そうかな。バカなこと言われると、100年の恋も冷めるんじゃねえか。そうだよ、色気だってね、知性と教養に裏打ちされてなきゃダメなんなんだよ。そりゃな、おめえらが歩夢ちゃんと寝たことがねえからだよ。いや、なんでお前歩夢ちゃんと結婚しなかったんだよ。まあ、それはいろいろあってね。いろいろあるよな。俺だって実はって何何でもない。何で何がいいんだよ。実は歩夢ちゃんと俺一回だけね寝たことあるんだよ。寝たことある。俺もお前も歩夢ちゃんと一回寝たことあるよ。なんで一回だけなんて。あ、仕事終わったんだね。じゃあこのものを片付けて洗ってくれる。しかし安くできたロボットだな。おい、時給5000だけのことあるね。それにささっき胸触ったな。こうやって胸触ったんだ。汚ね胸触った時さ、なんか暖かかったよな。覚えてたろ。うん、それにさ、なんか気のせいかな、前みたいなものもあったような気がするんだよ、本当に。右を向いても AI、 左を向いても AI、 一体人類はどこへどこへ行くのか。さあ踏み切ろうよ。向こう島の芸者にチェケテンチェ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 ン、いっぺん聞いてみたら、ベベン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 、どうかい。そうだなあ。あ、君、それ終わったら僕のベッドメイキングをしてください。それにしてもさ、あゆみちゃん誰と結婚したんだろうな。なんだよ急に。急に思い出しちゃったな。俺はもう組長とうまくいくことばかり思ってたんだよ。あれだけの可愛い子だ、どっかのいい青年と結婚したんだ。今頃発毛かなんか抱いてのんびりやってんじゃねえか。おい組長、お前本当にあゆみちゃんのこと知らねえのか。知るわけねえだろ。おい組長、あゆみちゃん肉体的にはどうだったの。何か、だからハンドとかよ。レッドカードなのよ。そういう下品なこと聞いちゃダメね。よで組長マジどうだった。それは何をかも抜群さ。ごちそうさま。お前らだって知ってんだろ。いや、俺と山ちゃんはたった1回だけだったからよ。まあとにかく頭がちょいと軽いってことだけは事実だったな。いつだったか上野動物園でデートしようってことになってね。僕がゴリラの檻の前で会おうって言ったのにいつまで経っても来ないんだ。どこにいたことだろう。ちん
ンパンジーの俺の前で待ってたって言うんだ。つまりね、ゴリラとチンパンジーの区別がつかないんだ。おバカちゃんだから。チンパンジーとゴリラの区別くらいつくわよ。でーけ。ゴリラの区別くらいつくわよ。バカ。あんたがチンパンジーの檻の前で待ってろって言ったのよ。嘘だ、俺はゴリラの檻の前って言ったんだよ。ああ、ボケ老人と話はしたくないわ。ゴリラの方がチンパンジーより見てて面白いんだよ。私はどっちだっていいの。本当はね、本当はなんだよ、揚げわしがローストビーフを食べてるとこを見てたのよ。バカじゃねえか。ロボットだろ。そうだよ、ロボットだよな。口聞かないって言ったじゃん。なんでこうやって聞いてんだよ。俺が知るかよ。なんで喧嘩なんかしてんだよ。組長に聞いてくれよ。あんたわかんねえのかい。あゆみちゃん、あんたあゆみちゃんだよね。当たり前でしょ。なんで最初から気がつかないのよ、バカ。だってお前さっきまであの格好だろ。誰が見たってロボットじゃないか。やっぱ人間だったんだ。道理であったかいわけだよね。ロボットちゃんを膨らみだってね。あゆみちゃん、なんでこんなことしてんの。決まってるでしょ、生きてくためよ。他に何かしてんのかい。あんたたち知らないんだね。私は毎晩9時半からは歌舞伎町でお店を開けるの、うん、歌舞伎町でスナックマリアって言えば知らない人はいないよ。ほら、昔の駒劇場のすぐ裏だから。もしかして歌舞伎町のマリア様だ。さっきあんたたちが散々バカ呼ばれしてたそのマリア様なのさ。いつかテレビでもやってたもん、ドッキュメンタリーで。俺も新聞で読んだことあるぞ。でも気がつかなかったな。あのマリア様が、あゆむちゃんとはな、昔のあゆむちゃんは。昔のあゆむちゃんは何よ。いや、ちょっとまあ、清廉、可憐、純粋、ウブというか、まあ、要するに清らかなおバカって。やめろ、カメちゃん。おバカはお前だ。でも、この人、あゆむちゃんだろ。なんで、こんなに太ってるんだ。そうだよな。あの頃のあゆむちゃんは、だいたい43キロぐらいじゃなかったの。な、カメちゃん。え、なんで俺に聞くんだよ。だってお前、恋人の体重ぐらい大体覚えてるだろうか。43キロだ。ところであゆみちゃん、どうしてこんな組長みたいな口を聞く男好きなんだ。組長みたいだけど、ほんとは可愛くて、とっても優しいのよ。ね、組長さん。あゆみちゃん、今何キロあるんだい。58キロ文句ある。見てみろよ、カメちゃん。お前の頭はアデランス。組長、言うまでもなくツンツルテン。俺なんか高血糖、高血圧、ダブルパンチよ。そうさ、人間はおいさらばいる生き物さ。そう、その通り。でもさ、いつか俺テレビの番組で見たんだけどさ、あゆむちゃんはやっぱり偉いよな。だいたいスナックマリアのお客さんって、うん、ホームレスとかヤクザの下っ端とかな、それから、うん、そう、落ちぶれたオカマちゃん、そんな連中なんだってさ。それじゃ全然商売にならねえじゃんだな。そういう連中には宅配1杯50円だってよ。やってけるわけねえよな。それに雇なしは朝までお店に寝てっていいんだってよ。あゆむちゃん、どう考えたってやっていけるわけねえよな。だからこのロボットのバイトをしてるのよ。ああ、そうか。そうやってホームレスなどの連中にタダ酒を飲ましてるってわけか。考えられねえな。他にもいろんな変わり種が来るのさ。変わり種、元校長先生、プロ野球選手、プロゴルファー、
売れない女優、演歌歌手です。サラだよ。へえ、世の中いろいろだな。おお、だけど、そういう連中に、なんであゆみちゃん、興味あるんだい？うちに来るお客さんは、キム・ジョンやトランプほどバカじゃないってこと。たまには飲みおいで、あんたたち特別格配一杯せんだよ。あゆみちゃん、俺と別れてから、一体どうしたの？いろいろあったんだろうね。よかったら身近に話してくれねえかな。あゆみちゃん、一体誰と結婚したんだい？秘密。離婚。まあ、はい。お孫さんはいるんだろう？え、一人ね。お孫さんの話したらしてもいいよな。お部屋まだいねえんだけど。小三の男の子が一人、名前は中太郎。長谷川新海、バンバンの中太郎。おかみさん、笑わせちゃいけねえぜ。親にはぐれた子スズメが、ふれたお叱るは無理な話よ。尋ね尋ねた母親に、せがれと呼んでもれねえような。こんなヤクザに誰がしたんで。母親がね、長谷川新のファンだとさ。ああ、リトリングの役に入ってんのかい？よく聞いてくれたわね。あんたたちと違って天才だよ。小3でもうレギュラーだよ。本当か。テレビの野球中継見てるとさ、バントだバント、ここはスクイズだスクイズだとか言いながら、監督になったつもりでサインを送ってるのさ。かわいいよ。信じられねえな。ひょっとして天才かもしれねえな。でもね、私はアリガネ全部歌舞伎町のマリアにつぎ込んじゃうから、グローブもバットも買ってやれないのさ。みんな上級生のお風呂。あゆみちゃん、そんなこともあるかと思って、バットとグローブちゃんと買ってあるよ。うまいこと言っても何も出ないよ。いや、本当だよ。見てみろよ。ほら、変顔だ。すごいだろ。山ちゃん、これさっきあなたが2人からプレゼントされたものでしょ。だけどさ、あゆみちゃんに先ほど使ってほしいんだよな。お願い、これね、ここにも置いとくけど、後でスナックマリアにだらず届けるからな、いいな。本当に、ありがとう、遠慮なくいただくわ。これで安心して死ねるわ。私もあと6ヶ月の命だから。肺がん、先月分かったの。余命6ヶ月って言われた。金縁の眼鏡をかけた若い医者がね、これからがん細胞がリンパに乗って体中を巡る。6ヶ月で死にます。なんかにっこりして楽しそうだった。その医者、築地のがん生体いたんかい？いたよ。有明のがん行った。なんだって？抗がん剤治療すればプラス6ヶ月寿命が延びるんだって。で、どうした？とりあえずやってよ。え、抗がん剤治療すると吐き気はあるし、食欲はなくなるし、普通の人はげっそり痩せる。でもなぜか私の場合体重が10キロ増えちゃったの。でもさ、笑ってる場合かよ。あゆみちゃん、歌舞伎町のマリア様だろ。神様はげっそり痩せないようにあゆみちゃんを守ってくださってるんだよ。そんなことはないけどさ、バカバカしいから抗がん剤治療をやめた。6ヶ月寿命が延びたって意味ないわ。意味ある？意味？あるか？ないかな。で、手術は？小細胞が、たちの悪いがんなんだって。手術は無理。でも最後の1ヶ月はホスピス医療に移る。あたし痛いの大っ嫌いだから。あなたたち歌舞伎町のマリアへ時々行くよ。時々じゃねえよ、毎晩行く。当たり前だ、毎晩行くぜ。無理したくていいなよ。あゆみちゃん、死んじゃうのか。いろいろやらせちゃってごめんね。さぞ、見つかっただろうね。いいのよ、これが仕事だから。それにね、今のうちに言っとくけど、入院しても病院を教えないよ。あんたたちに見られたくないからね、死亡通知も出せない。あゆみちゃんは偉いよな。俺たちは
卒業してから今まで一体何をしてきたんだ。自分の身を守り、安全に、臆病に、目立たぬように生きてきただけだ。最低だよ。ああ、最低だ。それは違う。あんたたちは本当は頭も良くて行動力もあるんだから、この愚かな人間たちのために何かすることがある。どんな小さなことでもね。俺は何がしたかったんだ。俺何がしたかったんだ。一体何を。やっぱりあゆみちゃん立派だ。女手一つで一人娘を育て、病身の身でドロップアウトした人たちを助けてきたんだよ。それに頭の部屋もしている。アガペの愛だ。そうだ、アガペの女だ。僕たちはただエロスの周りをうろうろしていただけなんだ。神楽坂、柳橋、向こう島にはエロスしかねえのか、組長。そうだよ。やめましょう、こんな話。あんたたちは立派に生きてきたの。今までもこれからも何があっても命をつないで生きていくのよ。山ちゃんのところもきっともうすぐ初物が生まれるさ、ね。なぜ泣くの。まつげが濡れてる。あなたたちが一番好きよ。私はあと5ヶ月で娘とも孫ともお人よしのあんたたちともお別れなんだから、さあ元気を出して、ほらあの時の野球部の歌でも歌いましょうよ。ね、カミちゃん、野球部の歌覚えてる？クミちゃん、野球部の歌覚えてる？そうだな、みんなで歌うか。覚えてるさ。よし、よし、歌うぞ。よし。次は出たまおそれ、バントで送れ、スケジュータオアボールだったヒットだぞ、しぶとくつなげそれーさあバットくれ、あの遠い球に食らいつけ、敵に勝つんじゃないよ、自分に勝つんだ、あの白いボールにこのぐらいで飛びつけ、さあバットフレイフレイフレイ。ファイヤー様がいる限りピンチをチャンスに変えてくれる愛と中太郎の試合があるからね。私が監督だよ。おばあちゃんが監督か。わかった。
とにかく中太郎の試合のない日曜日に上野のゴリラの檻の前で会おうぜ。よし、行きましょう。ゴリラの檻の前にちゃんと来るかな。That's a good question. 行かない。ハゲワシの前だよ。ゴリラだよ。ハゲワシよ、ハゲ。ハゲはワシだ。お前、チンパンジーの前で手を打とうじゃねえか。よし、行くか。チンパンジーの前だ。ハゲだった。ヤマちゃん。ちょっと、ブランデもう一杯くれる？お前、気が付かなくてごめんね。どんどん飲めよ。なんだよ。あ、腹だよ。あ、新しい持ってきて。腹だってよ。もう一杯ねえのか？ほら、いつもとかあるだろ。お、そうだ。ヤマちゃん。うん。あんたさっき私と一回やったって言ってたわよね。言ったよ。嘘つき。一回やったじゃないの。どうかな。お前覚えてないのかよ。カメちゃん、あんたも私と一回やったって言ってたわよね。本当はあんたとは一回半やったのよ。ちょっと、お聞きしますけども。はて何？あんた2回目の途中で電話が鳴ってやめちゃったじゃないの。いいじゃねえか、そんなことは。大切なのは回数じゃねえ。愛だ。そう。愛なんです。愛さんさんとこの身にふてわずかばかりの。ちょっと美女さん、あんたそんなこと言えるの？私の胸に座って泣きながら結婚して君と一緒になれなかったら死んでしまう、死ぬ死ぬって泣いたのはどこのどなた様？あれ嘘だったの？え、どうなのよ。嘘じゃねえ。好きだった、好きだった、好きだった好きだった、嘘じゃなかった、好きだった、だけど今だって大地、あゆちゃんだって突然どっか消えちゃったじゃないか。トルストイが言ってるじゃないの。幸福な家庭は皆一様に通っているけど、不幸な家庭にはそれぞれ様々な形があるって。ああ、あゆむちゃん、トルストイ読むんだ。あゆみちゃん本当におバカちゃんなの？バカちゃんに決まってるでしょ。おい、何こんな時間に。おい、もしかしてまた例のあれかい？そんなことはねえよ。奥さんにバレたって知らねえぞ。トロちゃんはおっかねえぞ。今何時だ？9時5分前。5分前。なんだよおい、5分も早いじゃないか。何が？社長が引き取りに来たんだよ。あ、大変だ、急げ、急げ、あゆちゃん、早くロボットの衣装をすぐ忘れんなよ。あ、ちょっと待って、あゆちゃん、それをかぶる前に俺のほっぺにキスしてなんだよ。いいわよ。おあゆちゃん、どうしたの？いいわよ。ここはどこだ？ここはこの世の楽園だ。ここはこの世の楽園だ。極楽の蓮池だ、蓮池だ、ここより楽しい場所はない、ここより楽しい場所はない。おお、なんだよ、目立ちばかり。おお、あゆみちゃん、僕にもいいだろう。お前学生時代散々やったんだから、いいんだよ。とにかく玄関して社長止めといてくれ。大丈夫か、待ってくれ。ほら、時間稼いでな、みんな世間話でもして。あゆみちゃん、点検しなければ、うん、よし、靴はちゃんと履いてるね。頭よし、肩よし、胸よし、こちらの、はい、島よし、いいだろうな、あれでな。お待たせしました。オッケー、どうぞ、こちらへどうぞ。どうも皆様、お揃いで。ちょうど9時になりました。はい、A、B は1号引き取りに参りました。旦那様、何か不都合な点はございましたでしょうか？何かこう、何と申しましょうか。失礼な振る舞いがあったとか、もしくはこう、粗相をしたとか。心配ご無用。
何もありません。至極正常に動いておりました。私は、いや、ここにいる私の友達たちも、みんな心から満足しております。いやー、社長さん、立派なロボットですよ。うちの女房より100倍もいい。失礼ですけども、御社のお名前は。はい。株式会社 AI ミラクルでございます。 AI ミラクル、まことにその通りですな。まさにミラクルでしたよ。他にもロボットはありますか？ A、B、もも2号、C、さくら3号になります。じゃあ、そのももちゃんっていうのを一つ。おいえ、冗談です、冗談です。今日の B は1号じゃなきゃ困ります、はい、な、山ちゃん。もちろんでございます。男にはできない。では皆様、失礼いたします。明日もまた6時に運んでまいります。僕たちももう帰りますから。あ、そうです。はい、はい。あ、ちょっとコメントお待ちください。あ、はい。これ、ほら、これ、これ、今晩マリアに届けようぜ。そうだな。うん、ハイボールに来てね。今夜は俺がおごっちゃうぜ。おごってくれたか。カメちゃんどうする？俺はダメだ。なんだ、LINE で繋がれたお犬みたいなもんだからな。明日行くよ。それじゃあ一緒に失礼しましょうか。わかりました。明日も頼みますよ。他のロボットはお断りですよ。わかってます。あの、ちょっと失礼。いいやりやってんだよお前。いえいえ、何もかも承知しております。それじゃあ、かみちゃん、今夜はいろいろとごちそうになりました。ありがとう。楽しかったぜ。明日も二人で来るからな。それじゃあ、ご一等さん、まっぴらごめんなすって。奥さんに LINE 送っといたがいいよ。ああ、分かってるよ。お待たせしました、お待たせしました。どうもどうも。大ちゃん、パパよ、大ちゃん、パパよ、待たせた。もうこんなもうかぶってられないわ、もうかぶってられないわ。おい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 、待ってよ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 。明日俺も歌舞伎町のマリア行かなきゃな。部長さん、ねえ、今夜止めてくれない？私明日撮影で早いのよ。知っているでしょ。ねえ、あの女優、おろしてくれない？私、やりづらくてしょうがないのよ。なんだよ。できるでしょ？あれ？いつの間に、どうしてこんなに増えちゃったの？ほんまに取れちゃう、これ取れちゃう、取れちゃう。さすがだかよ。あんまり引っ張んなよ。すごい、これどうなってるの？マリア様、ご歓迎くださってありがとうございました。また天気も近い中で、本当にお忙しい。
しいのにこんな劇に来てくださって本当に感謝しております。実は続編がありまして、来年の、春かな夏かな、今度は養老院のマリアさんもいる。それにはあゆむちゃんが十数年年を取りまして、我々は妻がいるのにそれも顧みず、あゆむちゃんを追って同じ養老院に入り、そこであゆむちゃん争奪戦が始まります。涙と笑いと殺人の大変にシュールな悲劇でございます。嘘です。あ、すいません。でも藤谷さんにまた頑張ってもらって楽しい劇をたくさん作ろうと思っております。ぜひまた来年お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。